はい、皆さんこんにちは、高橋尚典です。昨日行われたドラフト会議で、巨人は高校ナンバーワンショートの石塚雄生選手を1位指名しました。今回は巨人ドラフト総チェックということで、尚典さんに支配下選手を中心に、巨人のドラフトを振り返っていただこうと思います。まずは巨人のドラフト全体を見てどんな印象ですか？阿部監督がね、おっしゃってましたけど、全体的に良かったんじゃないかっていうことでしょうね。でも1位のね、金丸選手を取りに行ってね、取れなかったっていうのは、これは残念なことですけど、ある程度ね、これも想定内の感じでのね、外れ1位という形を取ったんじゃないかなというふうに思うのでね。だからそういう面では、どっちが来てもジャイアンツに取ってみたらプラスになるよっていうような、ドラフト1位だったんじゃないかなというふうに思いますけどね。そのおっしゃる通り、金丸選手の交渉権獲得とはなりませんでしたが、水野スカウト部長のコメントが出てまして、もし金丸投手を外した場合は石塚選手に行こうと決めていたと、将来的にやってくれる選手だと評価していたと。で、上位3人が内野手なのは二遊間を厚めにしたいという現場の意見があったと。で、流れの中で誰を取りに行くのか、非常に読みづらかったんですが、その中で満足いく指名ができたということなんですよね。そうですね。いろいろね、話し合って、チーム内で話し合って結果だと思うんですけど、でもこれね、このね、チャンネルでも言いましたけど、石塚選手、やっぱりね、坂本選手の、またね、後を追うんじゃないかっていうようなね、感じの選手だと思うので、これはね、記事によると、坂本選手のことね、憧れて、ジャイアンツファンでもあったっていうことなので、ジャイアンツのために何とかしたいっていうね、気持ちもあるでしょうし、そういう面では、いい選手が入ったんじゃないかなというふうに思います。坂本選手、もう、2000本安打以上打った、坂本選手でさえね、外れ1位で、これだけのね、成績が、出てるわけですから、石塚選手もね、十分期待できますし、それだけね、持ってるね、ポテンシャルは素晴らしいということだと思うので、まだまだね、やらなくちゃいけないことはたくさんありますよ。これね、入ったから OK かっていうわけじゃなくて、ドラフト1位で入ってね、注目度も高いジャイアンツに入ってね、これはやっぱりまだ、いいショートにならなくちゃいけないっていうね、責任感というのもあると思うんですよね。だからそういう面では、いろんなね、経験をして、これから、いろんなことを苦労することもね、多いと思うんですけど、でもそれをね、バネにして、糧にしてね、それを頑張ってもらいたいなというふうに思いますけどね。その石塚選手ですが、改めてプロフィールですが、181センチ、81キロ、右打ちの大型ショート、公式戦高校通算26試合で85打数45安打、打率は5割6厘、33打点で、長打率も899と、素晴らしい成績なんですよね。で、久野さんも過去の動画の中で、石塚選手は坂本隼人タイプと評価してましたが、改めて石塚選手、具体的にどんなところがすごいと思いますか？やっぱりね、ヘッドスピードは速いですし、バランス、持ってるバランスみたいなのもすごくね、やっぱりショートをやってるだけあって、野球選手としてのね、センスみたいなのをすごく感じるんですよね。だから、それ考えると、やっぱり坂本選手にすごくこう近い、坂本選手185、6だったかな、好評がね。で、石塚選手まだ18歳で、もう少し伸びる可能性もね、背が伸びる可能性もあるので、そこはね、同じような背丈に、まではいかないでしょうけど、83、4センチになる可能性もあるのでね。で、これはもう大型ショートで、スピードも速いですし、この足自体も速いですし、なんせ肩もね、やっぱり、それなりに強いのでね。これはやっぱりいい選手になるべきね。あとはもうここ気持ちですよね。プロになって自分がどういうふうにね、どういうこうメンタルでやっていかなくちゃいけないのかっていうね、ことがすごくいろんなことを考えないといけないですしね。今までみたいにね、高校のね、野球とはまた違うレベルで、いきなりトップレベルでいかなくちゃいけないわけですから、それをね、しっかり自分の中で把握して、自分の中ではね、2、3年でいいなんていうふうに思っちゃダメです。これはもう1年でも早くね、一軍のレベルに行って、1年でも早くね、活躍していくっていうことが、すごく、それがキーになってくるんじゃないかなというふうに思うので、高校ね、卒業して、すごくこう経験をいろんなことしないといけないですけど、
でもこれはもう間違いなく早く自分の中で、それを消化して、早く一軍での姿でね、ジャイアンツのユニフォームに着ている姿を見たいなというふうに思いますね。まあ、安倍監督もガツガツ行ってほしいというコメントも残してますし、数年後というよりはもうすぐに活躍してほしいという思いもあるんでしょうが、この坂本選手が何て言うんでしょう、生きた教材になると言いますか、坂本選手がまだ現役のうちに石塚選手取れたっていうのはこれ大きいんじゃないでしょうか。いや大きいですね。これはもう一番大きいことだと思うので、まあ坂本選手にね、いろんなこと聞けるでしょうし、いろんなもん見てね、盗めると思うので、これはもう間違いなくいい教材になりますし、またね、タイプ的にもすごく、僕もね、これ、このチャンネルで言いましたけど、何回も言いますけど、ね、同じようなタイプだと思うので、これはもう、もしかしたら、もしかすると、坂本二世っていうね、ことが言える、言ってもらえるような状況に、自分でなっていかないといけないと思うので、まあ、石塚選手のね、期待はもちろん、誰もね、期待してると思うので、これをね、自分の、チャンスに変えて、プレッシャーにね、もちろんかかるとは思うんですけど、このプレッシャーをやっぱり自分で楽しむぐらいの気持ちを持ってね、プロ野球選手の一歩、足をね、一歩踏み入れてほしいなというふうに思いますね。そして、石塚さんは、巨人のドラ1に、まあ、当初は宗山選手を推してたと思うんですが、まあ、これ結果的に同じショートの石塚選手をドラ1で指名できたっていうのは、これはまた、結果的にどうなんでしょう？よかったんでしょうかね。いや、良かったと思いますね。ね、やっぱり、そこが、まあ、ウィークポイントとは言わないでしょうけど、まあ、今回ね、クライマックス見てもそうですけど、二遊間が、まあね、吉川尚輝選手、セカンドですけど、ガタついたで、やっぱりガタついてしまって、それで勝てなかったっていうことも言えなくもないと思うんですね、ジャイアンツが。だからそこをね、強化をしっかりして、センターラインをしっかりすればね、これやっぱり強いチームがやっぱりまた復活すると思うので、何年もやっぱりね、ジャイアンツは強くないと、ね、意味ないと思うので、うん、だから12年もね、やっぱり日本一から離れてるわけですから、このジャイアンツがね、こういうね、今結果になってるってことはやっぱり、ね、そこのウィークポイントをしっかり埋めていって、これからね、また、強いジャイアンツ、ね、上昇軍団を作ってもらいたいなというところで、やっぱり、ね、石塚選手がその中心になるぐらいの選手になってもらいたいなというふうに思いますけどね。さあ続いて巨人ドラフト2位、九州産業大浦田俊介選手ですが、171cm、67kg、左打ちで、ポジションはドラ1の石塚選手と同じショートで、まあ、大学屈指のスピードと守備力を誇るということですが、佐野さんには浦田選手のプレー映像をご覧いただきましたが、どんな印象ですか？いや、あのね、まあ、こうね、背丈もそうですけど、門脇選手、ね、門脇、今、ショート、門脇選手ですけど、門脇選手にも似てるなっていう感じがするので、これはいい、入っていい競争になるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、大学なんで、やっぱりある程度即戦力として見てると思うんですよね、ジャイアンツは。で、まあ、石塚選手と違うのは、これはやっぱり即戦力と、またね、まあ、育てていかなくちゃいけない選手っていう分け方をすると、これもうすぐにでも門脇選手のライバルになると思うので、これは来年いい競争になるんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから、ね、門脇選手もうかうかしてる場合じゃないと思いますし、それをね、バネに、これから、頑張ってもらいたいなというふうに思いますね、門脇選手もね。うん、だから、いい競争相手が入ったんじゃないかなというふうに思いますよ。もう浦田選手の、まあ、ストロングポイントですが、50m5.8秒の俊足で、まあ、遠投も117メートルという、まあ、強肩で、さらにバットコントロールは阪神の近本選手を彷彿とさせるということなんですよね。そうですね。まあ、長打っていうより、やっぱりね、どっちかというとヒットメーカーっていう感じがしますね。で、近本選手によく似てるのは、やっぱりこう構え方とかも少し、こう、なんかちょっと意識してるのかわかんないですけど、なんとなく似てるような感じがするんですよね。だからそれは、ね、まあ、近本選手になれるかっていうことではなくてね、そういうふうに、自分の中で、近本選手っぽくね、こう、広角に打てるようなバッターになりたいっていう気持ちだと思うので、だからそれはね、もちろん背があんまり大きくないですし、まあどっちかというとね、こう、瞬発的な動きでね、魅了していくっていうような選手だと思うので、それはもう間違いなくね、
これはもういい選手の中でのやっぱりドラフト2位だったっていうふうに思いますけどね。続いて巨人のドラフト3位、上武大荒牧優選手ですが、184センチ93キロ、左打ちでポジションはファースト、サードのほかセカンドもこなす、まあ、将来のクリーンアップ候補ということなんですよね。佐野さん、荒牧選手プレーズをご覧いただきましたが、どんな印象ですか？いや、まずね、結構ポテンシャル大きなね、体だなっていうふうに思いますね。こっちの何て言うんだろう、こうどっしりしてるっていうんですかね。もう背も大きいですし、体重もね、ある程度あると思うので、荒牧選手にはね、やっぱり長打っていうことを期待したいなっていうふうに思うんですね。だからそれはやっぱりね、ある程度左の長距離砲っていうことが、ジェンツ今、ここね、やっぱり、右の大砲がずっといなかったのが、今度左の大砲がどんどんいなくなってきてるんですね。だそれに面では期待できるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、大城選手はね、大きいの打てますけど、まあ、それとね、同じような匹敵するぐらいの長打力を身につけて活躍してほしいなっていう感じがしますね。まあ、ジャイアンツの三軍との試合でも2安打を放ち、まあ、上部の飛ばし屋という異名もあるそうなんですよね。まあ、安倍監督も、以前から、この、荒牧選手のこと気になっていろいろと話を聞いていたとか調べていたっていう噂もあるんですよね。で、それぐらい魅力のある選手だと思いますし、やっぱりパンチ力っていうのもね、すごく、その自分の中でセールスポイントだと思うので、それはね、やっぱり、安倍監督の前でね、実践できたっていうのは、まあ、ホームラン打ててなかったのかもしれないですけど、そういうことができたっていうのはね、いいアピールポイントになったと思いますし、それはね、やっぱり3位で取れたっていうのはすごく大きいことだと思うんですよね。だそれはやっぱり自分の長所をどんどん活かしていくことが必要かなっていうふうに思うんですよね。でね、ファースト、サードって、やっぱり、長打打てないと、これレギュラーになれないんですよ、結局ね。だってね、サードには、もちろん岡本選手、坂本選手、ね、ファースト、岡本選手、秋広選手とかも、やっぱ長打打てるバッターが常にいるっていうことを頭に入れながら、自分で、いろいろ考えていかないといけないですよね。もしダメだとしたら、もしね、その、ファースト、サードがいなくなったとしても、外国人っていう選択肢もあるのでね。そこは間違いなく長打を打てるバッターっていうことは、くくり的にね、言えると思うので、この5人、ファースト、サードは、間違いなく長打を魅力として、取ってるはずなので、しっかり把握しながら、これからやっていってもらいたいなというふうに思いますね。まあ、ジャイアンツ、貧打解消の、まあ、将来的な起爆剤にもなり得る存在でしょうかね。もちろんなると思いますし、ね、それにならないとダメですよね。本当に期待できる選手じゃないかなというふうに思うんですね。3位だけどね。うん。では続いて巨人のドラフト4位、北星学園大学附属高校、石田十座投手ですが、192センチ、87キロの大型右腕で、まあ、名前の由来は北斗の拳の雲の十座ということなんですが、久野さん、石田投手の投球映像をご覧いただきましたが、どんな印象でしょうか？いや、やっぱり背が大きいっていうのは、これはね、やっぱり、すごく魅力ですよね。192センチね、大谷選手も193センチなんですよね。だから、それ考えたら、それだけのね、ポテンシャルを持って、やっぱり、まだまだね、ちょっとこう、ひょろーっとしてる感じなので、ね、スピードだってまだこれ出ると思いますし、そういう面では、ね、もっとスピードを上げて、150、160、もう今のポテンシャルだったら、160キロ出てもおかしくないんじゃないかなっていうぐらいのポテンシャルを持ってると思うので、それをね、しっかり、この2、3年で、まあ、まだまだ荒削りのね、まだまだ体も出来上がってない選手、しっかりね、2軍で、体を作って、まずはね、体を大きくすること。もうね、こうはならないかもしれないですけど、こうはなれると思うのでね。だから、それをしっかりね、自分の中で、このね、18歳から22歳、僕も経験したんですけど、このね、4年間っていうのは、まあ大学、僕は大学生でしたけど、4年間すごく大事ですよね。ちょうどこう大人の体に変わり始める時期でもあるんですよね。そうすると筋肉がバーンと張ったりでかくなったりすることが多くあるんですよ。これだけのやっぱり背があれば、ね、そっちに重点的に体を大きくしていくってことを重点的に考えながらトレーニングないしね、投げる方にシフトチェンジしていけばいいんじゃないかなというふうに思うので、それはね、またこれもこの選手も期待できるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、先発中継ぎ抑えっていう、まあ適正で言うとまだわからないですかね、これは。
いや、わかんないわかんない。これはもうね、これからまた体が変わってってね、いきなりクローザーになれる可能性のね、球を投げ出すかもしれないし、いきなり長いイニングのね、投げれる、自分の体力をね、身につけるかもしれないですし、これはもうやっぱりまだまだ、入ったば、ね、高卒で入った選手には何とも言えないですね。で最後は巨人のドラフト5位、東海大静岡キャンパスの左腕、宮原俊介投手ですが、174センチ85キロのマックス153キロの、まあ、左腕ということなんですよね。久野さん、宮原投手の投球映像をご覧いただきましたが、どんな印象でしょうか？あのね、全体的にこんなコンパクトで、すごくあのキレがあるっていうか、手足もそんなに、やっぱりね、174センチですから、そんなに僕と大して変わんないと思うんですよ。僕も177センチだったんですけど、でもやっぱりこう手足がね、そんなに長くないんで、でもこの体の芯の強さっていうのが、なんかすごく分かるような投球フォームしてるんですね。で、下、あのね、テイクバックとかもすごくコンパクトで、ピャーンっていくんで、キレのある、キャーンっていうボールが投げやすい、投げ方してますよね。まあ、あのね、大卒なんで、やっぱり、ある程度体もね、こう芯が強いっていうのは、分かるんですよね。だからそれは、そのね、どうだろう、こう、内に秘めたパワーみたいのを、インナーマッスルですよね。それをしっかりね、大事にしながら投げていってもらいたいなというふうに思いますけどね。うん。これでも面白いんじゃないかな。リリーバー、まあ、ブルペンとかスタートしたら、結構面白いピッチャーになるんじゃないかなというふうに思う。リリーフタイプですか、やっぱり。いや、じゃないかなっていうふうに思うんだよな。どっちかっていうと、やっぱりこう長いイニングを投げるより、ショートイニングを投げていった方が、力発揮できそうな投球フォームだったり、その球のキレ自体があったんじゃないかなというふうに思うんですけどね。まあ、今、ジャイアンツのリリーフで言うと、まあ、バルドナード投手が、まあ、契約どうなるかっていうところだったり、まあ、あとは、高梨投手だったり、まあ、中川投手がね、怪我っていうところもあるんで、左のリリーバーっていうのはもしかしたらこれ、非常に需要があるのかもしれないですね。いや、重要ですね。需要があるという、重要。うん。あのね、左ピッチャーの重要性っていうのは、これ間違いなくあると思うんですよね。もう僕はね、左利きだったんで、左ピッチャーだったんで、余計それを感じるわけですよ。ね、やっぱり、これ、左だけでも、もう自分の中では、なんていうんですか、一歩リードしてるっていうぐらいの気持ちで持っていかないとね、左ピッチャーっていうことで。だからそれ考えると、やっぱり、まあね、もちろん高梨投手がいて、バルドナードはね、ちょっと今、どうなんか、ちょっとまだわからないですけど、まあある程度日本人のね、ブルペンの中では、左ピッチャーっていう中で、どの人に勝てばいいのかとか、どのピッチャーにね、勝てば一軍に入れるのかっていうのも、こう見やすくなるんですよね。見やすくなると思うので。だからそれは、まあ大卒っていうこともね、あるので、ある程度、即戦力として見ながら、まだまだ削りのところもあると思うんですけどね。でもそこをしっかりね、把握しながら自分の中で進歩していけば、十分できるんじゃないかなというふうに思いますけどね。うん。でも中川投手のね、やっぱ怪我がやっぱりね、中川投手いてくれたらもうね、これはブルペンすごくこう安定しますし、なかなかこう競争する相手が、なかなかハードル上がってしまいますけど、中川投手のやっぱり、体のね、状態があんまりこう、万全ではないっていうことも言えると思うので、この最近ね。だからそれを考えると、やっぱりそこにチャンスがあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん。だからそれをね、覆せるような。でも高梨投手も、フリーエージェント FA とかも取っちゃってるんですよね。だからもしかしたら、ね、まあ多分ないとは思うけど、ね、あんだけのこう、計算できるね、左ピッチャー、変則のピッチャーが、やっぱり出ていくってことは、ね、ジャイアンツにとってだいぶマイナスだと思うんで、ジャイアンツはそこはね、しっかり受け止め、引き止めると思いますけど、そこもね、やっぱり、重要になっ、もし高梨投手がね、バルドナードいなくなったら、これはもう大チャンスだと思うのでね。うん、だからそこは、いろいろな、こう、見えてくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん。でもこれは本当に面白いピッチャーじゃないかなと思いますよ、ブルペンリーダーね。じゃあ最後、今回の巨人のドラフト、まあ、久野さん、点数をつけるとしたら何点になりますか？そうだなぁ、まあね、金丸投手を取れたら、これも100点満点だったと思うんですけど、まあでも今回ね、取れなかったっていうことで、まあ80点かな、80点。うん、80点ですね。うん。でもまあそれだけね、安倍監督も、まあ、ね、
いいコメントを出してますしね、自分で納得してるようなコメントも出してるんで、今回取った選手もね、やっぱり1位のね石塚選手も育てていかなくちゃいけないっていうところがあるので、ある程度こう即戦力っていうより将来性の高いドラフトだったんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。はい、ということですね、2024年ドラフトについて、まあ、ジャイアンツのね、5人、まあ、支配下の5人ね。まあ、ほんとね、矢部監督も言ってる通りね、いいドラフト会議になったんじゃないかなというふうに思うんでね。まあ、僕の中では80点だと思ってますけど、まあ、そのね、皆さんはどうでしょうか。はい。ということで、まあ、将来ね、出てくる、期待できる選手が、今回多くね、いると思うので、ぜひ皆さんで応援して期待しましょう。はい、ということで本日はこれまでです。どうもありがとうございました。